大宮殿の中で西側に位置して、西穴とも呼ばれ、西門安大穴、西門洞大穴、安寿下大穴ともいった。朝鮮の離宮として、喜び運宮と虹橋でつながっていた。李氏朝鮮後期には、第二の宮殿とされ、非常時に王が移る場所とされた。大韓民国の史跡、第271号に指定。19世紀後半に、沖典大院君の慶福宮再建の過程において、慶喜宮の主な殿閣を撤去し私財として当てたのに次いで、日本統治時代を経て、ほぼ完全に破壊され、更地に変貌した。残存していた、いくつかの建物も、市内各地に移設されていった。跡地に、日本人学校の慶城中学校が建てられた。解放後に、ソウル高等学校となった。1980年、ソウル高等学校の随想区への移転以後、ソウル市立美術館として使用されたが、再び建物を取り壊し慶喜宮を復元した。ソウル高等学校の別称と慶喜大学校の名称はここに由来する。かつての宮殿敷地は、より広大だったが、現在は狭くなっており、跡地の一部には、ソウル歴史博物館、ソウル市教育庁、ソウル福祉財団、大韓サッカー協会、旧制軍会館など、政府や民間の様々なビルが建つ。2013年に、ソウル市と小6庁は総合整備基本計画を定めており、慶喜宮のさらなる復元を段階的に進めることになっている。周囲の土地の買収、鏡花門の元の位置への移動、ソウル市立慶喜宮美術館の撤去、防空壕の撤去と移転などが含まれる。隆福堂の、海正堂の、周喜び堂、共生堂、静止閣、重江見閣、鏡花門などの建物があったが、後に壊されたり、移転されたりした。慶喜宮の配置形態と空間構成は、ソウルの他の宮廷とは異なったユニークなものである。正殿と位置づけられる、高師正殿が西にあり、神殿となる、隆福殿と、海正殿が並んで配置され、正門である、鏡花門は、宮廷の南ではなく、東南角に位置している。したがって、正門からは、神殿の前を通り過ぎて、角を曲がり、正殿に着くようになっていた。鏡花門は、光海君8年に建てられた、慶喜宮の正門。日本統治時代に移築され、安重根に射殺された、伊藤博文を称えるために建てられた私道である、白文寺正門として使われた。その後、松忠堂、白木ホテルの迎賓館正門として使用された。1988年慶喜宮跡に再び、移された。もともとは、旧制軍ビルディングの位置にあった。鏡花門内側の虹橋で、光海君11年に建造された。日本統治時代にうずもれてしまったが2001年に、発掘、復元された。高師正殿は、光海君8年に建てられたもので、慶喜宮の正殿である。元々の高師正殿は、1926年に、曹洞宗の仏教寺院とするために南山に移設された。その場所は後に仏教系の東国大学校となり、高師正殿の建物は同大学内の施設として松鶴院と呼ばれ、ソウル特別市有形文化財第20号に指定されている。現在の慶喜宮に建てられた高師正殿は1988年から1994年の間に新たに復元したものである。現在、西穴図案により復元されている。ありがとうございます。